吉報氏が渋谷に移転後、初利用してみた。食べたのは担々麺1200円など。通常の味玉付きは1300円です。担々麺1200円食べた感想。麺。トリチンタナオと同じ麺だと思う。細めの麺。多分スープの底の方に柚子っぽいものあったはず。中盤以降、結構濃いめな味になってくる。具は、チンゲン菜、もやし、細かな肉と鶏肉など。味玉は黄身がドロドロ系だった。具の量は満足ボリュームでした。担々麺食べ終えたず。今回のは鶏肉が多めだったので満腹で汁飲み干せなかった。朝プロテイン飲んだのみだったのでお腹にすんなり入るかと思ったのですけど、鶏肉が結構胃に溜まった。二郎でも豚増し追加トッピングは最近やったことないので、タンパク質は多分 200g 以上は今の体調だとお腹に入らない気がする。近頃はいきなりステーキでも最近 300g が辛い。吉報氏がある場所はさすがに最初からこの奥にラーメン屋があると認識していないと気づけない場所だよなと思うことがネックになりそう。道を歩いていてラーメン屋がある入ってみようとはなりにくい気がした。今後どれだけここにラーメン屋があるということが認識されないと集客面で困難な気がする。店舗が見えたら入るのは敷居は低いのですけど、ここまで到達するのが初めて来る人には到達までのハードルが少しあると感じた。路面店の飲食店よりも集客で厳しそうな気がする。渋谷駅からここまで到達するまでに数軒ラーメン店見かけたことも大きい。渋谷は人の往来は多いけどラーメン店にとっても激戦区なのだろうと思える。めったに来ないところで食事する場合というのは、大抵フランチャイズの利用しやすい店舗に行きがちになる。個人店でなおかつ見えにくいところの飲食店はそれだけで結構不利なスタートだと言える。他店で駅から距離だけは近いけど、営業時間に行ってもガラガラで店員の姿も外から見えないラーメン店がある。ここは年内に移転するようですけど、2階にある飲食店とか駅から遠い店舗も同様。そこまで意図してくる目的がその店でない限り利用されにくい。